アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、楽しみにしていたものが届きましたので開封していきたいと思います。じゃじゃーん、福袋です。もう今時珍しいぐらい福袋らしい袋に入った福袋なんですけど、こちら何の福袋かというとコスメの福袋です。先日グッチの縛りメイクをした時に利用させていただいたアイビューティーストアさんというサイトがあるんですけども、そちらでね、なんと現在ハッピーサマーバッグということで9月1日までなんですが、福袋の販売がされています。欲張りミックス福袋というものとブランド福袋というのがあります。でミックス福袋の方はスキンケアの袋とかアロマの袋とか、まあ、そういうね、いろんなカテゴリーで分かれているみたいなんですが、今回私が選んだのはブランド福袋です。でブランド福袋もナーズやクリニック、そしてみんなの憧れのアーバンディケイなどなどあるんですが、私が選んだのはなんと今年日本上陸でも話題になっているトゥーフェイスドの福袋です。いや、トゥーフェイスドまだまだカウンター少ないじゃないですか、まあ、通販とかで買うこともできるんですけど、まあ触りね、どんな感じのブランドなのかなっていうのをねチェックするには福袋いいんじゃないかなと思います。でこれね、私は楽しみを取っておきたいのであんまり見ないようにしてたんですが、実は中身公開されてます。なのでコスメ通販サイトの福袋っていうとなんか残ったやつがいっぱい詰め合わせになってるんじゃないかなとか不安になる人もいるかもしれないんですが、事前にね中身をチェックすることができるので、まあ、納得した上で買えるっていうのもすごく魅力的なポイントだと思います。じゃあもうね、私は中身をチェックしていないのですごく楽しみにしていたこちら、もう開けていきたいと思います。はい、お豪華、じゃじゃーん、これだけ見ると少なく見えるかもしれないんですけど、裏じゃじゃーん結構盛りだくさんですよねこれ。でしかもブランド福袋の中でトゥーフェイスドお手頃だったと思うんですよ。クリニックが1万990円でしょ、でバーバリーが1万1990円、あ、アーバンディケイが7880円っていうのがあるんですが、トゥーフェイスドはこれだけ入って8880円です。これめっちゃお得ですよね。トゥーフェイスドって見た目が可愛いし、で見た目のねテイストが若干似ているメイクハンフフフフンのアイテムが結構手頃なので、その感覚で触ると結構高ってなるのが多いんですよ。で私セフォラでも若干見てたんですけど、まあ、結構値段張るなと思って購入に至っていなかったというのもあるので、この8000円台で4アイテム、しかも1個はこれだって詰め合わせですからね、4アイテムこの中に入っているので実質4、5、6、7点詰め合わせみたいな感じだったらめちゃくちゃお得だと思うんですよね。私はねかなりテンション上がっております。じゃあ一つずつせっかくなので見ていきましょうかね。まずこの一番パッケージ可愛いやつからいきたいと思います。ちょっと待って、結構ガッチリ留められてる。じゃじゃーん、リップスティック、つや消しのゴールドみたいなパッケージなんですけど、お、かわいい、いちごミルクみたいなカラーですね。ちょっとイエロー寄りの明度高めなピンクのリップです。ラクレームカラードレンチドリップクリームということなので、見た目口紅みたいだけどリップクリームなんですね。ちょっとつけてみよう。でそのまま塗ると、あ、でも色しっかり出ますよ、白身ピンク、すごく滑らかですね。あのマックのシーシアつけてたんですけど、ちょっと軽く取ったのでだいぶ白い。今ちょっと唇も肌もコンディションが今一つでこんな感じ、なんか一気にサーファーになれる。え、これ口紅張りに発色するんですけど、でもコンディションも整えるって書いてるので、まあ、リップクリームとして使えるものだと思うんですが、まあ、単色だとちょっと私はこれ白すぎるかなと思うので、何か口紅つける時の下に仕込もうと思います。なんかちょっと変わった香りがする。なんかものすごく甘いわけじゃないのに、なんとなくアイスクリームっぽいというか、うん、不思議な香りがします。でもパールが入ってる分ツヤっとはして見えますよね。まあ、血色が悪い時とか唇乾燥しちゃってる時なんかは使ってやるとツヤ感が出てくれていいと思います。じゃあ次、こちらもですねリップアイテムかなと思うんですけど、開けていきたいと思います。ホリデー限定の4点アソート、アンダーザキスリーザアルテミットリクエファイドリップスティックセットだそうです。さすが海外コスメ、もう名前が容赦ないですよね。開けると、おー、チューブっぽいけど、ほら
横がプラみたいになってるの、これ可愛いですよね。このパッケージ、このパッケージのが2色、それからちょっとマットな質感のチューブですね、これが2色入っています。これ早速スウォッチ取っていこうと思います。まずこのチューブタイプですね。アプリケーターがこの前のシャネルのやつ、あれみたいなこうニュッて出てくるタイプですね。ということはこれマットなパウダーっぽく仕上がるやつかな。でも出した瞬間はツヤあるな。どういう風になるんだろう。これ1色目から色すごい可愛い。こっちはブラウンブラウンしてていいですね。そしてこのプラパッケージみたいなやつ、これはアプリケーター普通のこういうスポンジみたいなやつです。コスメの福袋ってこう年末年始とかに出るやつ、ああいうのはもう争奪戦すぎてゲットできたことがないから今まであんまり縁なかったんですけど、楽しいですね。なんか似合っても似合わなくても、なんか意外なものが手元に来た時に、わこれ自分だったら買わないけどちょっと使ってみようかなとか、パッと見で使わなさそうだったらね、そのままお友達にあげちゃうとかでもいいと思いますし、なんかこのワクワク感込みでこのお値段っていうのがいいと思います。4色取ってみました。これすごくないですか。どういう時に使えばいいんだろう。でもこっち使いやすそうですよね。これ特に質感がどういう風に変わっていくのか気になるところです。あ、でも海外のこういうアソートになってるリップアイテムって結構合わない色が何色かあったりするんですが、うん、これはね意外と4色中3色はデイリーユースできそうなので、個人的には当たりアイテムかなと思います。すっごいさっきのあの濃い色取れないの、ぶどうの皮の色みたいな感じで残ってますね。まあいいや。じゃアプリケーター面白い。これ重ねてみようかな。めっちゃブラウンだし、めっちゃチョコの匂いする。チョコレート、お腹空いてくる。なんか私がつけると土っぽいかな。あり。もう一個のピンクの方ですね、これ上につけていきます。あ、これだな。普段の私はこの色ですね。ちょっと土の上から塗っておきます。おー、でもうん、いいですね。もっとこうほんのりふわってした感じに仕上がるのかなと思ったら、思いっきりリキッドリップ塗りましたよっていう仕上がりになるのでいいと思います。めっちゃ可愛い。これなんか2色混ぜてもいいかも。今いい感じに混ざってくれてると思うんですよね。はい、普通に使っていこうと思います。あとこれもね、でこれはハロウィンに使います。そしてこれね、私多分過去に買おうかすごい迷ってたやつじゃないかなと思うんですよね。トゥーフェイスドといえばやっぱりユニコーンですよね。太陽光を味方につけて夢川シェーディングユニコーンティアーズブロンザーっていう、もう名前もめちゃくちゃ可愛い。私のイメージではトゥーフェイスドってもうこういうイメージなんですよね。あと桃、あ、可愛い。このおもちゃ感、なんかプラザとかロフトとかにありそうな感じですけど、お値段はねしっかりデパコス価格なはず。うわー、ちょっとこれ使う前に写真撮っていいですか。片押し可愛いの。はい、ちょっともうよく見せておきたい。ほら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 、罪深いよね。可愛い。ブロンザーってことなので、このトム様のブロンザーブラシね出してきてみました。これを、あ、片押しさようなら。取ってチークに重ねます。お、結構色出るかも。赤茶っぽい感じですね。これ多分濃く入れると私赤黒くくすむやつなので、ちょっと際のあたりに控えめに入れてみましたけど、こんな感じ。このブルーのラメぎっしりなやつ、うん、多分浮くと思うので、ちょっとこれはアイシャドウとして使おうかな。アイシャドウだったらいけそうなので、片押し崩さないようにこのユニコーンの頬あたりをね指に取って色だけお見せします。かわいい。これね、好物な人たくさんいると思います。はい、ブルー、パープル、ピンク、そのあたりのこう変更カラーですね。夢川、まさにそんな感じ。これなんかアイメイクの最後にふわっと上まぶたに重ねても可愛くないですか。ちょっとまたこれメイク動画で登場させようと思います。わ、しばらく飾っとこうかな。可愛い。じゃあ最後ですね、じゃじゃーん、ザ海外コスメっていう感じのビジュアルなんですが、こちらアイシャドウパレットみたいです。きらめき爆発ラブリー変形自在のグリッターボムということで、どれくらいグリッターなんだろう。こういうのね、ほんといろんなメイクするにあたって1個はパレット持っといた方がいいと思いつつ、普段使いできないからどうしてもこう後回しになっちゃうんですよね。
からこういうので手に入ると嬉しいんですが、ちょっと待って、めっちゃ可愛い。ほら、ここ凹凸あるの分かります？くり抜かれて中がグリッターみたいになってるの。なんだろうこの可愛さ。おいや、これは可愛いでしょ。この両サイド白黒っていうのもまた潔いですよね。日本のコスメだとなかなかない感じ。マットなホワイトとブラックなんですが、なんかベースに使うアイテムみたいですね。そっか、これでよりグリッターの色味をしっかり出すか、ちょっとトーンを落として使うかみたいな感じで使い分けできるんだと思うんですけど、だって色の名前がね、もうフェアリーダストって1色目からして絶対可愛いやつじゃないですか、これ。はい、写真も撮ったのでね、スウォッチ撮っていきたいと思います。ホワイトのベースはね、片栗粉みたい。結構ちゃんと白く塗りますね。で、触るともうこのグリッターのザクザク感がこう指に伝わってくるくらいのグリッター具合です。ちょっと早く見せたくてね、雑になっちゃった。こっちからホワイト、そして上の段の左から右にかけてですね、そして下の段の左から右、そして最後マットブラックです。グリッター好きさん、お待たせしました。こんな感じですよ、トゥーフェイストのグリッター。私が好きな色分かりますか？そう、このあたりですよね。これ特に大好きです。これ下にトムフォードのスフィンクス使って、上これだけとかでも可愛いと思うんですよね。で、なんかなかなかないですけど、夜お出かけするとかだったらこことかで仕上げてもいいかなと思います。めちゃくちゃ可愛い、キラキラ。はい、ちょっと可愛すぎて変な声出ちゃいましたけど、すっごい、もうちょっとソフティモさんがね、対応しきれないぐらいのグリッター量で、今手首が大変なことになってます。ギラギラになった。はい、ということで、もう私はね、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はアイビューティーストアさんで現在ね、期間限定で発売されているトゥーフェイストの福袋の開封をしてみました。それぞれのアイテムはね、またこれからのメイク動画の中に出てくるかと思いますので、これ使ったメイク見てみたいとかっていうリクエストありましたら、ぜひコメント欄に残していってください。最後に今日のメイクです。今日ね、リップは途中で塗り直したんですが、オープニングでは MAC の CC アーを使っていました。そしてアイメイクはマジョリカマジョルカの8月21日発売のシングルアイシャドウの新色ですね、 BR331 番と332番でメイクしていました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。